厳しいことを言うけど、周りと同じレベルのことしかやってないからです。自分が作りたくないものまで作って売れたってそれは意味がない。そんなことをやるくらいだったらやらない方がいい。はい、お疲れ様です。西田前の北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。今回もね前回の続きです。はい、このグラフね、2019年にミンネに登録しているハンドメイド作家2000人を対象にしたアンケート、その中のね作家さんが悩んでいること、これをね解説していました。今回は5位から1位までね解説したいと思います。まあ、僕が今までやってきたね経験からちょっとね僕なりの回答をねさせていただきたいと思います。はい、じゃあ早速いきます。第5位、作品の説明をどう書いたらいいかわからない。これねすごくわかります。僕も最初の頃そうだった。まあしばらくそうだったよね。だから何をしたかっていうと、売れてる作家さん、そういう人を見つけて商品説明とか写真の撮り方とかね、そういうのをどうやってやってるんだろうってやっぱりね参考にしに行ったよ。で正直参考にさせてもらって、似たような文章になってもいいと思うけど、だけどやっちゃいけないのが丸パクリは当然ダメね。であと参考にするのはいいんだけど、文章言葉を参考にするんじゃなくて、その作家さんはどういった狙いがあってこういう文章構成にしてるんだろう、こういう順番にしてるんだろう、あるいはこういう言葉遣いを使っているんだろうっていうところを考える。それを参考にしなきゃダメ。ただ上っ面の文章を丸パクリして自分の言葉に書き換えたとしても、自分の中でお客さんに対する狙いが、中身がないから全く役立たないから。でみんなねこういうさ商品説明とかの書き方のさテンプレートとか欲しがるでしょ。そういうのを欲しがってる人はいつまでたってもちゃんとした商品説明は書けません。これ本質をちゃんと捉えてほしくて、この商品説明って何のために書いてるのっていうことなの。大事なのはみんなね誰に向かって書いてんのこれ、そしてその読んでもらった人に何をしてもらいたいの、そこがしっかりとできている人はとてもいい文章になります。はい、というところで商品説明はしっかりとお客さんのことを考えて書きましょうっていう話。はい、はい、第4位、制作時間が足りない。これはねもうまあ単純簡単、1日24時間しかないんだから、とにかくその24時間の中で睡眠削ったりするのは良くないから、無駄に過ごしてる時間絶対あるから、スマホ見出したら気づいたら1時間経ってたなんてザラにあるじゃない。そういった無駄な時間を一旦洗い出して、自分がね1日にどれぐらいトータルしたら無駄な時間を使ってるんだろうっていうのを認識した方がいい。そしたらその無駄をやめて空いたその時間を作成時間に当てることができるでしょ。もう方法はそれしかない。やらないことを決める、無駄なことをやめる、もうこれだけ。はいはい、いよいよトップ3です。第3位、ライバルが多く自分の作品が埋もれていると感じる。これはね、まあ、答えは一つですよね。厳しいことを言うけど、周りと同じレベルのことしかやってないからです。もうただそれだけ。売れている人がなぜ売れているのか、これはもう当たり前に人よりも努力してるからです。この線から頭2つ抜けるために何をしなきゃいけないかを考えて、そしてそれを実践してるからです。だから結果が出てるだけです。今ハンドメイドの人口が約1000万人いるなんて言われてるんだけど、それだけいる中で自分がどうやって勝ち残っていこうって思ったら、それはね人と同じことやってたらダメでしょ。人の2倍も3倍も考えて、そして行動して結果を出していかないと。売れてる作家はみんなそれをやってます。例外なくそれをやってます。だからこれ一つアドバイスをするとしたら、みんなが休んでる時に何か一つ頑張ってみようよっていうところですね。はいはい、続いて第2位、写真のクオリティが上がらない。これもねなかなか難しいよね。これね、いや努力しようよって言いたいんだけど、多分ね努力した結果写真のクオリティが上がらなくて困ってると思うのね。例えばさミンネだったらね、こんな風に和田真央さんが書いてた基本帳とか、これにも写真の撮影の仕方とか載ってるし、それこそみんなも売れてる作家さんのねページ覗きに行って、どういう風に写真撮ってるんだろうとか多分参考にした上で、自分がなかなかうまく撮れないから困ってると思うんだけども、これはねテクニックをね求めに行ってるから。
照明はどれぐらいがいいんだろう、写真のアングルはどこがいいんだろうとか、なんかこういろいろあるよ。もちろんテクニックが必要なんだけれども、そこのなんていうかな、その本質の部分っていうかな、やっぱり見てなくてその表面のテクニックを求めに行っちゃうから写真のクオリティが上がらない。僕も写真が得意なわけじゃない。だけど僕が大事にしたりするのはテクニックよりも感情とか感覚、そこを大事にした方がいい。みんなもさ、景色の写真でもいいし、なんかねプロの写真家の人が撮ってるような写真とかってすごく感動するでしょ。でその時のうわーすごいって思ったその感情、それを大事にしてほしい。でその感情を抱いた写真はなぜそういう風に思ったんだろうっていう視点で見ると何かしらのヒントがあると思う。そこの写真からテクニックを読み取るんじゃなくて、この角度で写してるからだって、まあそこもあるかもしれないけども、そうじゃなくてなぜこんなに感動を与えてくれる写真なんだろうっていう風に考えた方がいい。その感情を大事にする。でじゃあ自分がいざ写真を撮るときに目的はお客さんに同じようにうわーこの作品素敵って思ってもらうんでしょ、感情を動かすような写真にしたいんでしょ。じゃあそういう風にするにはどうしたらいいかって自分が感動した時の感覚を思い出しながら、お客さんきっとこういうのを見たら感動するよねとか欲しいって思うよねとか、そういう視点で写真を撮れるから、するとおのずといい写真になってくると思う。あとは経験とそこから先にテクニックが必要になってくるっていう話かなと僕は思ってます。はいはい、それでは最後、作家の悩み第1位はどうすれば売れるようになるのかわからない。これはねみんな悩んでるよね。悩んでるけど、これ僕から言わせたら売れないことをやってるから売れないの。売れるためには売れるための行動をしないと。ずっとね長年ハンドメイドじゃ食べていけないよって言われてる理由はね、もうまさにねここに集約されてるんだけども、みんなさ基本スタンスが自分の好きなもの、得意な作品、自分の世界観を反映した作品を作って、それをいいって認めてくれるお客さんに届けたいっていうスタンスでハンドメイド販売をしている人が多い。ハンドメイドを純粋に自分が楽しむために、あるいはそういうお客さんにね、少数かもしれないけどそういうお客さんに届けるために、そういう楽しみを持ってやってる人は純粋にそれで満足してると思う。だけどハンドメイド販売で売り上げを作りたい、これで食べれるようになりたいって考えてる人がそのスタンスでやってたら、それは無理。どれくらい無理かっていうと、ダイエットして痩せたいのにハンバーガーが大好きでフライドポテトが大好きでマック行くのは日課だから、それはやめないけど痩せたいって言ってると同じ。無理じゃん痩せるの。痩せたいんだったらマックやめようぜっていう話、売れたいんだったら売れるやり方やろうぜっていう話、売れたいんだったら自分の好きなものじゃなくてお客さんから求められてるものを作るようにしないとそれは売れないよね。もう本当そこだけなんだよね。もちろんねみんなの言いたいこともわかるよ。自分が作りたくないものまで作って売れたってそれは意味がない、そんなことをやるくらいだったらやらない方がいい。そうじゃなくて自分が一番作りたいものじゃないかもしれないけど、でも作ること自体は好きだし、そんなに嫌じゃないこと、続けられること、嫌だったら続けられないからね。だからそれぐらいのものまで一回自分のさこだわりあるかもしれないけど、それは一回落としてあげて、そこでお客さんに求められているものを作ってあげる。でね、それで売れるようになってきたらさ、名前が売れてきたりさ、ファンのお客さんがいっぱい増えてきたりしたら、そしたらその時に初めて自分の世界観を 100% 出してさ、新作ですって出してあげたらさ、めっちゃ売れるじゃん。そうやってやる方法だってあるじゃない。だけどみんないきなり一発目でね、この自分の世界観を売ろうとしてるから、順番をもうちょっとね考えたらいいよ。本当にやりたいんだったら、売れたいんだったらじゃあどうしなきゃいけないかっていうことを考えて、ちょっとね今こだわってるものを少し落として、じゃあこれだったら自分がね楽しいまま活動できるかなっていうところをね、落としどころ考えてやったらいいんじゃないかなって僕は思う。というわけでね、今回ね、前回と2回にわたってね、ハンドメイド作家の悩みっていうところでね、ちょっと僕なりの視点で解説をさせていただきました。正直ね、こういうことを発信してる人ってやっぱり少ないと思うのね。なぜかっていうと、その自分がしっかりと
やってきてないと言えない話だし、ハンドメイドをね、なりわいにしてやれてる作家さん自体がすごく少ないし、でも今はだいぶ増えてきたからね。で、これね、みんなに知っててほしいんだけど、今はハンドメイドで食べていける時代になったんだからね。それは少し前まで、一昔二昔前まではハンドメイドじゃ食べていけないって言われるのは、それは常識だったかもしれない。でもそんな古い価値観はもうないよ。今は確実に食べていける。だって僕自身が食べてきてんだから。これだけでハンドメイドも何もやったことない人が突然始めて、その回めちゃくちゃ努力したよ。努力した結果食べてるから、実際ね。で、今この AI 時代、 AI 時代になったからこそできることもたくさん増えて、そして日本国内じゃなくて世界に向けて自分の作品を届けれる時代になったんだから、だから本当に作家で食べていきたいとか、副業でも何でもいい、自分の手仕事でこれでお金をね、1万円でも5万円でもいいからね、稼げるようになったらすごいことじゃない。どこかに勤めに行って時間を切り売りして給料をもらう働き方じゃなくて、自分でね、作品作って販売して5万円売り上げを作れたらすごいことだよ。全然できるんだよ、誰もができる、努力すればね。だから正しい努力をしたら結果が必ずついてくるから、何かしらね、参考にしてくれればいいかなと思います。はい、というわけでね、実はね、前回と今回話したようなこういう作家で食べていくために必要な知識とかね、考え方、こういったものはね、僕がこれからやるオーダー作家育成コース西玉塾、ここではね、こういったことも教えていきます。ちょっとね、最後は宣伝させてもらうけども、でもこういうこともね、学べるカリキュラムにしてるので、まあ、オーダー作家として活躍できるようになりたいとかね、今よりね、スキルアップして作家としてね、一歩前進したいとかって思ってる人は、まあ、ぜひね、来月11月中に募集をかけるので、興味があったらね、お知らせの方覗いてくれればいいかなと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。